皆さんこんにちは、バイスプレイヤーのサオリです。今回も対戦動画楽しくお送りしていこうと思います。解説は左側くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回は何対何対決なんですか？今回ですね、僕の方が、最近発売したワールドトリガーですね。あ、ワールドトリガー、はい、型は、モンチョイスになってます。あ、なるほど、はい、モンチョイス、はい、で対戦相手が、それ右側くんが、同じくモンチョイスの SAO ですね、はい、アニバーサリー軸。あー、今映画もやっててちょっと熱いソードアートオンライン。そうですね、モンチョイス対モンチョイスっていう形だね。まあ、新旧モンチョイス対決みたいな、はい、そういう、ね、あ、なるほどなるほど。9ってほど9でもないけど、まあ、そんなに9でもないです全然選抜は右側の SAO の選抜はヒースクリフですね。あのアルコール禁止の方です。ね、強いよねあれね。あれ強いですね。さすが制限カードって感じですね。と言ってたところ、まあ初ターンはお互いポンポン殴って、2ターン目これはどういう感じよ。3面並んだけど、これはですね、今殴ってるのが、深次郎ですね。時短中にパワーが上がるんです、深次郎。あー、なるほど、控室に行ったら4ルック、はい、で、まあ、今中央で殴ったのが、霞ですね、はい、これも。あー、なるほど、やっぱ最新タイトルだけあってさ、もうバチバチに、バチバチに、そうですね聞いたことあるようなカードが。ワールドトリガーでさ、ゼロ強いんだよね。これゼロ強いんですよ。この霞が強くて、アタック時に、うん、あの1500パンプをまあ、どっかに触れるって効果なんですけど。あ、自分でも、まあ、自分でも触れるんですよ。なので、まあ、3000は出ると、単体でも。ああ、なるほどね。あ、じゃあ結構使いやすい。最近のシスカパワーが高いのも出てきたからね。そうなんですよね。で、スッと H レベルに上がってしまい、まあこれおなじみの超強いモンタイオ。そうですね。なんだっけいつも名前が出てくる、黄昏のイノセンス。黄昏のイノセンスやったー、来たー。でさ、あの、まあ、SAO 側のターンだけどさ、はい、あのワールドトリガーの話になっちゃうんだけど、はい、こっちのモンチョイスのデッキは1レベルは何をしていきたいの？1レベルですね、チョイス対応の、1-0 の切れを使って、はいはい、反動を維持していく感じですね。あー、なるほど、はい、じゃあ1がこっちはチョイスで、あの SAO は1がモンと。まあそうですね、そういう感じです、うん、なかなか面白い対決で、まあ、どっちの方が強いのかみたいなまあね、ちょっとさ、こういうさマッチングになるとさ、なんか負けたくなくなるよね。まあそうですね、戦一対決ですから、なおさら、そうどっちがこうクラマをうまく使えるかみたいなとこありますから、ね、しかもこの戦一対決ならではのこの打点のスピード感。そうですね、もう試合スピードがえげつないですよねあ、でもあ、キャンセル強、もう打点差が。そうですね、なんか0の5で止まっちゃいましたね0の5で止まったってことは出てくるのは、まあ、そうですね、ちゃんとこのタイトル、まあ、ちゃんとおかけんがあるので、まあ、ゼロのことやっても問題なくレベル上がれると。でこのおかけんトップチェックがついているので、まあ、落とす、今から落ちるカードを先に見ることもできますね。あ、じゃあのレビュースターライト の私のきらめき愛情カレンみたいなやつだね。トップチェックしてから落とせる。そうですね、まあ、先に山サーチ、山サーチです。あ、はいはい、まあ、ちゃんと強いおかけんですね強いね、ちゃんとしっかり。シスカはほんとシステムカードがさ、しっかりしてるよね。本当にゼロなんでもありますね、ワールドトリガー、うん、ちょっと本当って思った人はちょっとリストを見てきてくださいあの、ね、私も強いなって思ったんでそうですね、なんか今現代で欲しいと言われているそのシステムカードというかが全て揃ってるような感じなので、うん、この今サーチしようとしてる1位の人はどんな人？これはですね、まあ、世にも珍しい1レベル集中です。あ、いや、まあ、あるっちゃあるけど珍しい。最近にしては珍しいですよね。珍しいよ、ね。前応援がついてる、まあ、ファンレストの山集中ですね。あー、ゼロにはないの、もしかして。一応ですね、山集中はないですね、ゼロには。あ、そうなんだ。控え集中はあるんですけど。山サーチしたいんだったら1レベル。まあそうですね。これで当たって、あの連動3枚目が。そうですね。でこの連動なんですけど、はい、この連動なんですけど、はいはい、まあ、クライマックスが貼ってあったら、アタック時に、相手のターン終了時まで、フロントアタックされたらこのカードを手札に戻してよい、お付与する。ああ、はいはいはい、まあ、俗に言うおぼろって呼ばれる。そうだね。なんでこれさ、あの1-0キャラだよね。そうですね、右上おかしくない、なんか、まあ、なんか右上に謎のお団子がついてますけどなんで1-0にトリガーついてんだよって思ったら、それはワールドトリガー、まあ、トリガーのトリガーですね。トリガーアイコンです。そうね、
関係あるんだもんね、トリガーって能力がね。トリガータイトルと言っても過言ではないです。もう10にトリガーつけるのはもうあの虹ヶ崎の愛さんでやめといてって言ったでしょ。で地味にですね、史上初 の、 あのトリガーがついてる10対応ですね、うん、強いよね。チョイスで回収できちゃうっていう自分自身意味がわかる。でいなくあのいらなくなったらチョイスでしまっちゃえるしね。そうなんですよ、うん、強いわ。本当に強いです。本当チョイスという最強のクライマックスにとても噛み合っている良い効果だと思いますね、うん、これは強いです。でここちょっと地味にあの相手側がですね、あの一番、まあ、下にいるあのアスナがですね、起動した時に1500パンプっていうなんか素晴らしいテキストがついてるので、はいはい、あの助太刀打たれちゃうとかなりパワーが出されちゃうんですよ、うん、あーわかる私あのそのオボロっていう能力でおなじみのあのサエカノのさめぐみがいるじゃん、はい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 、もう一生これ困ってたもんこれにそもそも相打ちだし。そうなんですよ、だから自身で割りに行くこともできないんですよね、うん、助立ちでめちゃくちゃパワー上がるんだよね、このバカ発見機。パワー計算できないやつをあの確実に殺してくる。そう、数学ダメな人はこのアスダもダメだから文系殺すアスナマン、アスナマンあだからサイドしたのかな、まあ、そうですね、あの一番下の霞で、まあ、1500パンプ振りつつ、まあ1-0 でパワーを越しながら、まあ、サイドですね、はいはい、大レベル開けないようにしてます。そして右側くん黄昏のイノセンス2回目、まあ、やっぱ安定してますね、一番やりたい動きにできてますね、うん、ちょっと今のチョイスの噛み方だけ嫌だったかな、まあ、ちょっとしょがみなんで吐きづらい、うんかもしれないですね。ただやっぱさこのさめくんなくてもいいっていうか落とさなくてもいいの強いよね。そうですよね、なんか珍しい最低ですよね、まあ、削る枚数が2なので、まあ、0枚削っても0レベル回収できるってい う、 そ う、 そ う、 そう、なんかこれ以来あんまり見なくなった気がするこの子。確かに、うん、どっちかというとあの2枚落下しての方が多い気がしますね、うん、だから やりすぎちゃったシリーズじゃないこれ、まあ、もしかして多分そうだと思いますね。でこいつなんか知らないですけど、うん、効果使ったらパワープラス500なんですよだからちょっとパワーも高いっていう地味にね強いな。でそしてあのフロントアタックされたからもちろん手札にペッペッと戻ったわけだね。そうですね、今戻っていきましたね、うん、でもこの下地にやっぱトリガーついてるってだけで、トリガーついてるとパワー下がるのかな、やっぱ多分1000ぐらい下がってると思うんですけど、うん、ただちょっと説明してなかったですけど、今のキゲちゃんあの行き横張ったら8000まで出ますね。なんでだよなんでトリガーの分下がれよ自分のターン中に、3000パンプっていう効果と、あ と、 と対応の方に、返しまで1000パンプっていう効果がついてるので、あーはいはい、まあ10001と合わせて8000で効率と合わせて8500でさっきのターンを殴って強っ。もうトリガーで下がってるんで、もうちょっと取り消していただきたい。全然意味わかんないですね正直、うん、でも素のパワー弱いんでっていうところだけどさ、あれだもんね、戻るからね。そうです、戻るんで、もうフロントアタック、うん、相手の返しのターンは関係ないと。でそして2レベルに上がって、この右下の子が何やら噂のカードなんだけど。そうですね、これ僕一押しのカードですね個人的に。ほうほうほう、何する子、まあ、まずレスト効果を2つ持っていて、2つ、はい、はい、で1つの方がレスト3000パンプ、自分のキャラに3000パンプっていうのと、はいはい、あともう一つの効果が2コスト自身レストで相手のキャラを手札に戻せるっていう。あ、強いとても強いそれは強い、それは強いわ。強いですよね、だから面を取るか、うん、まあ、相手の面をどかすかどっちかを選べると、うん、あのパンプ値も結構高いし、ね、そうですね、やっぱ2-1なんでレスト1500パンプとかじゃなくて、うん、もう3000パンプ増えちゃうと。で今ちょっとどっちしようかなってなってるとこれ。そうですね、あの1なんか1-0のアスナ手札に戻してもいいんじゃないかとかちょっと考えてるんですよ。あーちょっと計算ができないから、まあ、割れないんじゃないかと。まあマジレスすると、まあ、あのストックにチョイス噛んでるんでそれ吐きたいなってだけなんですけど。あーありがとうございます。あでこの子はあれあでちょっと迷って出したやつなんですけど、このユーマくん1-0のユーマくんなんですけど、まあ、ボトム総裁と登場時に相手の手札を見るっていう効果がついてますね、はい、もう強奪じゃんまた遊戯王ネタもう すげえ。もう手札見るってあんまりないよ、しかもボトム総裁なんでしょ。そうです、なので全然腐ってない。で、まあ、相変わらずの右に謎のトリガー行こう。ん、待って、1-1じゃないよねこの時。1-0です。だからトリガーをつけるなって
からでもう全く腐らないですねこの効果。えでもねワールドトリガーなんでねついてるんですよね。いや強い。で、まあ、相手の手札を見た結果、まあ、パワーが高くなるスケラチ、まあ、ゼロのスケラチしかなかったので、うんまあ、1000スケラチしかないと、はいはい、なので、まあ、普通に面取れるなと思ってここはもうなるほど、ね、その左のアスナがいるからスケラチのパンプ値がどえらいことになるけどちゃんとハンドを確認した上 で、ね、絶対ぶっ飛ばせると。強いスケラチ持ってないなってことで、まあ、中央から殴ってますね。いや強いね、なかなか。いややらしいよこれ1レベルで。そんないやだもん、これ本当強いですよね。テクだからあの4枚ぐらいクライマックス見せて終わりそうなの。見してくださいって言われて、でも相手になんか道場を買うみたいな、あーみたいな。あっあっってプラス2貼られて死ぬわ多分。いいなこれ、なかなか面白い効果ですよね。うん、使ってる側めっちゃ楽しい系カード。あそうですね、もうここウッキウキで手札見せてくださいって言ってます。でリフレッシュで制裁食らっちゃう。制裁もうやり返されてますね。制裁だから開示だよ、開示ネタで、今からもう別作品のネタを挟み続けると。全くバイス関係ないですからね。確かにね。でまあこう SAO 側はこの安定した早出しに、まあ、そうですね、まあ、この強い早出し2面ですね。強いね、もうアニバーサリーじゃ。盤面アニバーサリーじゃ、本当に強い、めでたいわこれは。一応説明しておくと、この真ん中の赤のレベルさんは、はいはい、クライマックス2枚以下で早出しできる回復ですね、うん、なるほど。で、一番上のキリト&ユージオは、盤面4枚で早出しできる早出しですね、はい、なるほど。じゃあもう真ん中出して回復して、右出して回復してと。でも2点回復と、それだけでかなり強い。でもさ、なんか戦一デッキとは思えないぐらい回復しっかりできるよね。そうですよね、なんか最近の戦一デッキってやっぱ電源に負けず劣らず、うん、あのレベ3を早出し、うん、しやすいっていう、うん、とか言ってたらキャンセル顔強い。リフダでクラマタは思えない強さですよね。いやいやいや、これいいね。でこれワールドトリガー側はどうすんの。レベル2はですね、うん、このタイトル実はあんま早出しが強くなくて。ああ、そうなんだ。僕は入れてないですね今回早出しを。ああなるほど、採用してる人もいるかもしれないけどちょっと考えた上で入らないかな。そうですね、なので、この 2-1 の後列で盤面をごまかしながら、うん、戦おうとしてるんですけど、うん、まあ、ちょっと早出し対策で入れてた 2-1 があるんですけど、まあ、それ今回あの全く活躍しないので。あ、早出しメタ、早出しメタというか、あの登場時にあのパワーが1万2000まで上がる21がいるんですけど、はいはいはい、まあ出しておいてもらって。そうですね、それを、うん、本来使って面を取っていくんですけど、うん、まあ、今回見事あの引けてない。あ、だからちょっとこの盤面はさすがにパワー高すぎて厳しいかなって感じ、ね、なのでもうちょっとこのターンは相打ちだけ一番下のアスナだけ割って流そうとしてますね、うん。まあ、ここまでちょっとパワー固められるとね、こっちも早出しか何かしらで対策しないとちょっと厳しいかも、ね、そうですね、ちょっと今の SAO 側の盤面、うん、あのスケラチ1枚打たれるだけで、あの後列のあのリーファーが軌道使ったら1000パンプっていうと、はいはい、うん、まあ、相打ちが、1500パンプをどっかに振ってくるので、うん、もうもう無理ですね、もう分かんない。計算不可能で、計算できないんで、もうこのターンも諦めてますね。盤面ゴジラ出して解決する。そうですね、もうちょっとどうしたの今、あのめっちゃなんか D4DJ タイム入ってるから。キュッキュッキュッ。これどっちにあのレストパンプを振るかどうかをちょっとこう。ああ、これどっちに振ったんだ。これ1-0 のあの一番下の切り絵の方に振りましたね。ああ、でまあ相打ち取られるけど上から倒す。そうですね、確実にこれ倒せるように。うん、まあね、1面ぐらいはちょっと触っとかないとね。そうですね。だいぶこのターン落させちゃうんで、うん、ちょっとまあ右側くんだいぶきついけど、これでキャンセルできればペース取り返せるかなっていう展開だけど、あ、できたね、キャンセルしました。予言者かな。まあ、ただちょっと今のターン僕の方なんですけど、うん、ラスパンであの門噛んだんで、はいはいはい、レベ3太陽の門回収できてますね今。あ、今拾ったんだ。はい、今拾いました。ちょっとさ、こういうさ山札薄い時のもんでちょっと迷うよね。そうですね、ただ、まあ、まだ二の二なんで、うん、あー別に戻りが悪くなっても急に死ぬことはないだろう。さすがに死ぬことはないだろうということで、もう迷わず回収してますね、うん。まあ確かにさ、この状況でさ、あの回収しないって選択肢とって3に上がった時何もできませんでしたら弱すぎるからね。本当にそれが
ちょっと怖いので、回収してますね、うん、でも結構だからそのボトムの門のさせめぎ合いがあるじゃん、取るのか取らない、回収するのかするのかしないのか、ね、だからちょっとモントリガーは扱うのが難しいっていう意見を最近結構見る。そうですよね、リフ前に今回収しちゃったとしたら、うん、その時点で6枚戻りとかになっちゃいますからね。そうそう、しかも相手に見えてる位置で戻っちゃうから、うん、ただやっぱシナジーを安定して打てるっていうのは強いと思うんだけどね。そうですね、うん、最近賛否両論でございますが、で、あれ、まあ、ここはもうだってズバズバ通ってますね。なるほど、残りないわけじゃないもんね。ないわけじゃないです全然、うん、で3に上がりました。さあどうするだろうこのターン。でこっからはもうこのデッキの目玉ですね。あら、ちょっとじゃあ解説よろしくお願いします。まあこれあ、まあ、今ですね、うん、相手の盤面あの先ほどと全く変わってないんですが、相当強い盤面、うん、スケルチ打たれるだけでパワーが相当上がるという盤面なんですが、うん、これから出てくるレベ3のユウマくんですね。はいはい、まあ、まず登場時に回復と、うん、モンクライマックスを張ると、はい、パワーがその時点で4000上がるのかな。あ、張って4000上がると、張って4000上がると効果で、はいはい、でまあここら、ね、自分だけで14000になると、まず 1001円含めて、うん、で強い相手をリバースさせた時に、1点バーン、はい、っていうのがクライマックスコンボ、はいはい、であります、うん、でもう一つの効果が、相手の盤面が、うん、の前列のキャラが全てリバースしているかいないなら、はい、2コストハンド1枚で2点バーンっていう、あーあのペルソナ3じゃないや5のジョーカーとか、ね、あとバンドリのフィーバーとか、フィーバーフィーバーの能力だね。そうですね、じゃあ結構まあ強いけどちょっと見た目には分かりにくい能力だけど、でもまあ強いわな。そうですね、うん、リバース実点とその最後のタイミングっていうのがいいよね。使わないって選べるしね。そうですね、ターンのまあクライマックスフェーズの終わりか、ターンアンコールステップ始めですかね、タイミング的には、うん、ちょっとそこら辺はちゃんと文字で補正しとくのでよろしくお願いします。そうですね、じゃあこれもう決めにいってんの、もしかして相手まだ2の1234 5 6、そうですね、相手の山多分そこそこ多分山に6枚かな、クライマックスある状況で結構強いんですが、うん、ここはもう強気に、はい、あ、回復してごまかすっていう選択肢、一旦流すっていう選択肢も取れなくはないけど強気にいくと。そうですね、まあ、このカード自体回復なんで3の0まで戻せるので、うん、まあ、回復しつつ、まあ3面並べつつ先ほど回収したものを打って、うん、詰めに行こうかなという感じですね。おー、もう行っちゃう、もう一旦待たずに行くと。そうですね、あ、これ来ました、まあ、チェックメイトですね、クラマー。あれあれ来ました。カッコ2回できました、まあ、そうですね、うん、めっちゃカッコつけてるわけじゃなくて名前がチェックメイトって名前なんでしょうがないですね。なるほどなるほど。ちょっとねドヤ顔なんだろうな多分、チェックメイト言ってほしい、まあ、ドヤ顔しながら打ってますねこれは、うん、まあでもどうなんだろう、どういう風にあんまり見ない能力だからさ、どういう風にバーンが入っていくのか。そうですね、で一応なんですが今一番上で殴ってるユーマくん今パワー14000、孤立の周知で14500なんですけど、うん、これ実は3000件打たれてるとパワー越せてないんで、あらら、まあ、なくてよかったって感じですねこれは。ああ、ちょっとクロックに落ちてたのが見えてたから、そうですね、まあ、もう一枚ないだろうってことで、うん、ここは投げてますね。さっき手札を見たのも聞いてるねこれね。そうですね。地味にでリバース、リバース1点入って、あ、これあらららら、あ、4点がピタリキャンセル で1点バーン通りました。して1点でこれがそうですね、アンコールステップの始めの効果で相手全員リバースさせてるんで2コスト反応1枚で2点バーン、あ、キャンセルでもう1回使う。そうですね、同じ効果を持ってるんで、3体とも使うことができるんで、まあ、2コスト反応1枚で2点バーン通してますね。で無事あ入った通ると、3の6で結構こうキャンセルしてたよね。そうですね、あ、2の6か、2の6から、うん、8点通しただけなんですが、結構キャンセルされてたにもかかわらずず押し切れちゃう。そうですね、あ、でも思った以上にこの3が爪性能があるような、すごいわ。そうですね、やっぱ回復についてる爪性能としてはトップレベルではないかなと、うん、使ってて改めて強いって思ったカードだったかな。そうですね、うん、ということで、ちょっとゆうまくんがの3点目がちょっと光った形となりました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。